ダレク族の誕生は、イギリスの SF テレビドラマシリーズ、ドクター・フー・シーズン12の4番目のストーリーである。イギリスでは1975年3月8日から4月12日にかけて放送され、日本では1989年8月2日から9月6日にかけて NHKBS2 の衛星子ども劇場枠で放送された。なお、日本では、 電話ザ・ソンタランエクスペリメントが放送されなかったため、全然話し、宇宙の箱船の次に放送されることとなった。本作では、4代目ドクターとサラ・ジェーン・スミス、ハリー・サリヴァンの3人が、タイムロードにより、惑星、スカロへ発見された。これは、将来宇宙を支配する種族に成長するダーレクの、想像を止めるためであった。テリーネーションの提出したアウトラインが、 これまでのダーレクの物語と似ていたため、ダーレク族の誕生は、もともとプロデューサーのバディ・レッツと、脚本編集、テランス・ディックスに委託されていたが、ディックスは、ダーレクの起源に迫る物語を書くようディックスに促した。本作では、奇抜な姿をしたダーレクの創造主、ダブロスが導入された。脚本は、レッツとディックスの後継者たる、プロデューサーのフィリップ・ヒンチクリフト、 脚本編集、ロバート・ホームズに手渡され、彼らがオリジナルの脚本に変更を加えて暗い等を与えた。ネーションはナチスのイメージを持ってダーレクを制作しており、テーマをその誕生にまで拡張した。また、本作には虐殺とタイムトラベルに関わる倫理的な問題も盛り込まれた。1975年1月と2月に撮影され、ロケ地は サリーのベッジワースであった。ダレク族の誕生の視聴者は、エピソード1で1070万人に上り、最終エピソードでは910万人、最も視聴者が少ないエピソード3で850万人だった。放送以来最も評価の高い作品の一つとして、広く称賛されている。本作は1976年に、 ディックスが小説化して、総集編レコードが1979年にリリースされ、VHS が1979年、DVD が2006年にリリースされた。シーズン12のストーリーを計画するにあたり、プロデューサーのバディ・レッツと、脚本編集のテランス・ディックスは、テリー・ネーションがシリーズに復帰して、ダーレクの冒険を執筆するべきだと考えた。 彼らはネーションが送った脚本を楽しんだが、以前のダーレクの物語を連想させすぎると感じた。二人は代わりにダーレクの起源の物語を書くことをネーションに提案し、当初のタイトル案はダーレクス、ジェネシス・オブ・テラーであった。本作は1974年4月1日に委託され、7月22日に脚本が受領された。シーズン12のため考案された物語は二人の、 後継者であるプロデューサーのフィリップ・ヒンチクリフと脚本編集のロバート・ホームズが引き継ぎ、ダーレク族の誕生にはより暗いトーンが増すこととなった。ホームズは、ダーレクが頻繁に登場することを快く思っておらず、彼らの起源を掘り下げた本作だけを認めた。シリーズをより大人向けにするべく、ヒンチクリフは物語に失踪感を持たせるとともに、ダーレクを さらに強大に見せようと考えた。2006年のインタビューでは、リックスは自分とレッツが責任者の立場にいた場合、残酷なトーンを和らげる明るい場面が増えてはいただろうが、内容は大して変わらないだろうと信じていると語った。監督デイビッド・マローネーは、本作の始まりにおける戦争のイメージが雰囲気を作り、若い視聴者の緊張を失わせなかったと主張した。 ダレク族の誕生の制作は脚本から幾分かの変更を見せた。マロネーはオープニングシーンをスローモーションで機関銃に撃たれて倒れる兵士に改変した。ネーションはこの変更を喜ばず、マロネーは後にこの暴力シーンの追加を少しやりすぎたと感じた。ヒンチクリフト・マロネーはドクターとタイムロードの対面を描くことに熱心でなく、これは 当初植物の生い茂る庭園で描写される予定であったが、スカロの戦争地帯の方が適切であろうということで変更された。サール族の兵士は、もともと若さを描写するために15から16歳の少年とされていたが、より成熟した外見へ変更された。ジェネシス・オブ・テラーの脚本では、サラ・ジェーンがエピソード3で放射線汚染により発病し、別端は、 エピソード4で登場する男性の予定であった。パート5はもともとダーレクの保育施設で展開し、これを破壊する権利があるのかというドクターの問いかけで、締めくくられる予定であった。ダブロスはネーションがデザインした。ダブロスには、ダーレクの衣装が凝らされたほか、ダーレクの主張を退屈と感じる代弁者として描写される。ダブロスのデザインは、 ヒンチクリフが幼少期から思い出した緑色のドーム状の頭部を持つ体のない漫画キャラクターのザメコンにインスパイアされたものである。ダブロスは BBC の人工装具デザイナーのジョン・フレンド・ランダーの注意を引き、彼は別の番組を辞めることに同意してダブロスのマスクの制作に取り掛かった。ラテックスのマスクはシルビア・ジェームズがマイケル・ウィッシャーの顔から型を取った。 ウィッシャーは食事中でもマスクを着用していた。フォームラテックスが効果であったため、マスクに使われたラテックスは一般のものであった。予算と費やした時間を鑑みて、キャストや制作陣はダブロスのマスクを技術的達成であると認めた。BBC のスタジオでトム・ベイカーを訪れた二人の子供は、コスチュームをまとったウィッシャーを怖がり、当初は象だと思っていた。 ダーレクに似たダブロスの椅子に座っている際、ウィッシャーは座り心地が良くなかったため、膝パッドとキルトを使用していた。リハーサル中、方向感覚を失わせる状況になれるためと、顔すべてを使わずに自分を表現できるようにするため、ウィッシャーは頭に目の部分だけ切れ込みを入れた紙袋をかぶって、車椅子で行動した。 ウィッシャーはヘビースモーカーであり、紙袋の頂上部に穴を二つ開けてリハーサル中に、喫煙できるようにした。また、ウィッシャーはロイス・ケルトンと一緒にダーレクの声をいくつか提供した。彼が事前に録音したダイアログに応じて行動するシーンも、ある。ダーレク族の誕生はシーズン12で最後に撮影された、ストーリーであり、次話。 サイバーマンの逆襲よりも後に収録された。サイバーマンの逆襲で戦闘服を着たサラジェーンが撮影されたため、次のシーンで彼女が着替える服をドクターが手渡すシーンがダレク族の誕生に挿入された。本作は主に1975年1月に撮影され、2月まで撮影が続いたスタジオもあった。ロケ地はサリーのベッチワース採石場であり、ここが 惑星スカロの風景に用いられた。1973年のプラネット・オブ・ザ・ダーレクスでは、ロケ地でダーレクに関して問題が起きていたため、マロネーは撮影のスケジュールを決め、ダーレクの登場は、スタジオ内のみとした。撮影に使われた3体の動くダーレクの装置は1960年代の、もので、外装は新たに塗装された。5体のダミーのダーレクは、操縦不能であり、 用いられなかった。ヒンチクリフは、ダーレクを、より強大に見せたいと思い、ローアングルの撮影と照明によりこれを成し遂げた。スタジオ照明担当であったダンカン・ブラウンは、カラーの光と暗い光を使い、ダーレクが影から出現したように見せた。カレド族のドームとサール族のドームには、同じモデルが使用された。パート1でのガス攻撃は、ドライアイスと緑色の光を使って撮影された。 サール族の銃は初代ドクターの1965年のストーリーギャラクシー4から流用された。パート1でカレド族が使った電気台車はテストでは作動したがベーカーとマーターが乗った際に故障した。ハリーとドクターがパート2の最後に目撃した生物は主に氷の戦士のコスチュームを流用したもので、サール族のロケット船は1970年の ザアンバサダーズ・オブ・デスからの流用である。パート2の撮影の間にダーレックの銃が合わないというトラブルが発生し、ドクターが撃たれた反応でつないで2テイクで収録された。カレド族のベースになったナチス・ダーレックはナチスに基づいており、本作も多くの類似点が見受けられる。カレド族の統一された服装はナチスを連想させ、さらにローマ式敬礼も描写された。 カレド族は、サール族とミュータントを排斥して、種族を純粋に保とうとする。キャストと制作人は、権威主義の乗っ取りを許すことについての、世界への警告と表現した。ダブロスは、ナチスの指導者、アドルフ・ヒトラーに何度も例えられており、ナチス官僚のハインリヒヒムラーと外見が、物理的に比較されてもいる。類似点はともかくとして、両者とも勲章とメガネを着用している。 エピソード3の制作が始まった際、制作人はナチスの象徴としての役割を弱め、ダブロスの補佐役が身につけていた鉄十字を取り払った。エドウェブとマーク・ワーデッカーは、科学者が究極的な破滅をもたらすものになるとダレク族の誕生を解釈した。また、彼らはダーレクが進化した末の産物ではなく設計された産物という点でもあるであるとコメントした。 サラハニー・チャーチとニールバーは、生物はダブロスが持つような道徳的理由で作られるべきではなく、個人的な基準を他者に課すことはできないと述べた。本作に、明確なヒーローと悪役の対立はなく、主義の対立が起きているとレッツは語った。ダブロスとドクターがウイルス兵器について議論する場面を、ヒンチクリフは、ヒーローとアンチヒーローの対面と表現した。また、 ダーレクの灰を破壊する権利があるのかドクターが自問自答する描写もあり道徳的ジレンマが提示された。ダーレクが宇宙にもたらす良い出来事としてダーレクに対抗する数多くの種族が同盟を結成したことをドクターが言及している。ドクターは合理主義的理由に基づいて自分には権利がないと判断した。ドクター役のトム・ベーカーは真剣にこのシーンに取り組み、 まるで苦しんでいるようだったとスレイデンは語った。ドクトルフーマガジンの読者に対して1998年に行われた各話の人気投票では、ダレク族の誕生に2500票を超える票が集まり、シリーズで最高のストーリーの座を獲得した。同志の2009年の投票マイティ200では、200話分のランキングが読者に問われ、ダレク族の誕生は、 ザ・ケイブス・オブ・アンドラザニーとブリンクに続く3位についた。2014年の調査でもダレク族の誕生は3位であった。2008年にデイリー・テレグラフではダレク族の誕生がドクター・フーの最も素晴らしいエピソード1 0選のうち1つに認定されている。新シリーズのダブロス、ダレク族の誕生は完全修正主義を採用する。 ドクターフーの史上初めての例であるザ・ダーレックスで、明かされた、ダーレックの起源とは大きく内容が変わっており、当時、ダーレックは、サール族に似たダル族から進化したとされたが、本作において、ダル族は、カレド族に変更された。テリーネーションも執筆に携わったザ・オフィシャル、ドクトルフーザ・ダーレックスブックでは、ザ・ダーレックスが、ダレック族の誕生に続くダーレックの千年戦争の、 間の出来事であり、ザ・ダーレックスで登場したダーレックは、崩壊した、カレド族の町から避難して、ダブロスの生み出したプロトタイプとメモを発見した、ミュータントの子孫であるとされた。2005年以降の新シリーズの制作総指揮を担う、ラッセル・ T ・デイビスは、ダーレク族の誕生でダーレクの破壊を、タイムロードが格索したことが、新シリーズの根幹である、タイムロードとダーレク間の戦争タイムウォーの、 原因としている。ダブロスは、デイビッド・グッターソンが演じて、デスティニー・オブ・ザ・ダーレクスに再登場し、テリー・モロイが演じて、クラシックシリーズの残り3話分に登場した。新シリーズでは、ダブロスは、盗まれた地球、旅の終わりで復帰し、ジュリアン・ブリーチが演じた。魔術師の弟子では、将来悪人に育つ子供を殺す権利はあるのかという、4代目ドクターが、 直面した倫理的問題が踏襲されている。ダブロスの初期の人生については2006年のオーディオ4部作愛、ダベレスで取り上げられている。ありがとうございます。